てかちょっと俺、明日が、ね、お盆じゃん。お盆始まるからさ、墓参りも行かなきゃいけないんだよ。君ら墓参りとか行ってる、ちゃんと。今年はいかん。いや、外だからよくない墓参りとか効率はなくないえっと、効率は悪い。えっと、墓参りは効率は悪いと思う。うん。効率はさすがに悪いと思うけど、効率じゃ関係ない。効率じゃないんだよね。気持ちいいだよね。 公立、A、でやってないと思う。あの、どんなに公立中でも墓参りするんだよね。<laughs> 公立って、まあ、せめて公立中はその墓場の近くに住んだりね。そうするんじゃないかな、公立中は。すぐ行けるからとか。映画と墓参り行かんと。映画と関係ねそう、公立中と関係なくて。それ関係ないんだよね。まあ、普通に、まあ、俺は別に毎年行くんだけど、お盆と正月は行くんだけど、 墓掃除しながらのし、草がめっちゃ生えてるしさ。業者にカメラ持たせて清掃させてリモート墓参り。マジでマジですかそんなあるの大根暑いし夏だしめっちゃ草生えてるしこれはマジであるらしい。先祖への不敬が過ぎるだろう。 墓参り大工は結構前からあ,るあでも墓参り代行は結構前からあるその,リモそのカメラとか映すんじゃなくその今年は多分行けそうにないからお金払ってその墓場のさなんか並列して花屋さんとかあるじゃんそれにお金払ってやっといてくださいっていうのはあるよそれは今でもあった基本やらないけど行けない時はお願いしますねみたいなそ,それはあったはずでもカメラ撮らせて一緒にじゃあこうねカメラおじ儀してこ 手合わせる時何カメラこうちょっと暗くするわけ <laughs> <laughs> カメラのさこれカメラを閉じるわけピッてで目,つぶ <laughs> 目つぶってる感覚するの <laughs> で、こうおじぎしてで、目開けた瞬間にこう縦にこうやってカメラこうやって,ってさカメラこう <laughs> おじぎしてでまた、あ、俺のそんな <laughs> そんなあるん今 マジですごいね、それ。リモート墓参り。<laughs> 確かに行った感じになるよな。行った感じになる。うん、いや、俺がやったんだぞっていう感じになるよ。そこまでちょっと墓の方これ手合わせてください。そうだよな。ね。だからちょっと掃除だけしておいてくださいって墓の方行ってこれ手やるのが一番早いよな。いや、すげえな。今、今何でも他人にやらせるんだな。もう他人にそこまでやらせちゃったら別に墓がいらん気がするんだけどな。費用は花大込みで5000円。え、めっちゃ安いね。 あ,あでもまあ、そうか。だって墓、墓なんて全然掃除するところ少ないじゃん。だからまあ、1時間以内に絶対作業のほう終わるからね。まあ、草抜いて水かけて、で、花取り替えるだけじゃん。確かにね。花だけだいたい3000とかな。2000円ぐらいとして。3000円ぐらい取るってことか。なるほどね。すごいね、それね。マジ寺がウーバーと契約する。いや、それあり得るな。ちょ待って、ウーバーはまずふざけんなか。絶対やんねえぞ。ちゃんとやんねえからやめとけ、ウーバーは。まジやんねえから。出前かにしろ。 出前館と寺が一緒になるで。出前館やってくれ。先にその県に取ってくれ。奪ってくれ。出前寺とかもしかして入りそうだよな。本当になもう世も末だな。むちゃくちゃだろ、これ。国の宗派なんだわからん。信言宗とかないよ。知らない。信言。南無阿弥陀阿弥陀阿弥陀。 めっちゃ小さい頃から聞いた。<laughs> めっちゃ聞いてた、これ。<laughs> それ、慎吾じゃねえかわかんない。浄土真宗か。浄土真宗か。わかんないけどさ。でも俺、無宗教だから。ただ、なんか、その <laughs> えーとそういう時はそれを聞かされるよく。いや俺はもう小さい頃さ、だってさ、俺40でもさ、ちょっとおもろいじゃん、このこの歌っていうか、その流れ。あとは、ブーって、ブーの時にさ、 もう子供の中に俺らむちゃくちゃおもろくてさ、だってその小学校幼稚園とかでさ、ブーってさ、親父のブーの言い方むっちゃ笑けないって,って、兄ちゃんとむっちゃしゃべって,てもうそれをさ、喋ってから親父のブー聞くともう笑けてしょうがなくてさ、もうずっと笑ってたもん、その時。<laughs> その小さい頃から。なんであのブーだけあいつためんのかなとかずっと喋ってて。今でもちょっとおもろいの、響きが。俺も本もさ、あ、全部読む。俺も、俺も、俺も読む。でもなんか、 言いながらもなんかようわからんから、まあ、とりあえず適当、間違えてもいいやみたいな。まあ、全員そんな感じだよ。で、あの、お坊さんだけなんか、真剣に、真剣にやってる。坊さん葬式一発20万だから、やべえよ、あれ。ほんとに。マジやべえよ。むちゃくちゃ取ってくれ、あれ。あれ、バカじゃねえよってくうからい。すげえ儲かれ、あれ。そんで、税金いらんのよ。やばない、あれ。やばない、マジで。だからなんか飲み屋とか行くと、なんか変な客だとするじゃん。 大体お坊さんか医者らしいよ。飲み方汚いとか変な,変なこと言うやつは大体坊主か、あのー、医者なんだって。坊主はやっぱ税金も払ってないぐらいむちゃくちゃにしかもなんかお経を読むだけで2 3 0万くるような商売してるからもううがくなんだで。しかも税金払うじゃん。もうバカなんだ。バカというかもうみんなのためを思ってるとかじゃなくタ、ね、ーゲットターゲット。俺もそう思ってる。で医者は医者で。 小さい頃からずっと勉強してきて、女とか作らずに、とにかく、え、え、マナブ君、君は、あなたは、ここの大学に行って、ちゃんと勉強して、お医者さんになるんでよっ,つってずっとそれで、はい、わかった、お返せん、僕頑張るママとかずっとそれで来たから、マジで連あの話し合いましたけど、で、お金を持った瞬間、そういうとこ連れてかれるから、それですげえそうなっちゃう。って言ってた。飲み屋の女が言ってた。大体。 こいつ飲み方汚えなとか気持ち悪いなと思ったら大体坊主が医者らしいよ。偏見すげえでもそういうでもかでも偏見っていうかまあ、もちろん各ね、人でもイケイケで医者になった人もいるし、それはもうあれなんだけど、なんかそういうって言ってるよ。お水のやつが言ってそ坊さんの知り合いだたけど一緒にパチの話してた。<laughs> もう税金払えよな、てめえ。てめえで稼いだ金は税金払わねえし、パチンコで買った金もどうせ税金払わねえだろう。どうせ言わねえから。 あれ言わなきゃしいよパチンコでで買ったやつも税金大体息子それもバカ息子だもん大体態度悪いなんか自分が主人公だと思ってるようななんか甘く育てられたクソバカ息子みたいな感じだもん大体大体なでさ昔のさゼキーランボーさんで昔のさ その親父の代とかそのおじいちゃんの代とかその前上からずっとその系列できてるからずっとそこに頼むみたいな感じなんだけどさめちゃめちゃさ怒るじゃんなんか変なことな舐めた口聞くわけよなんだこいつっていう変え,えようぜって俺思うもんなんであんなやつならあるのしかもまともにさ仕事,仕事もせんとかさなんかちょっと仕事しないやつもいるのたまにもう俺が来たったぞみたいなさこいつ終わってんなみたいなあんたちゃんとやってくれる人探した方がいいじゃん安く うちちゃんとやりますんでっていう人の方がいいじゃん。まあ、坊主もそういう人いると思うんだけど、そっち行こうぜ。もう別にもう親のケース関係にも変えたられたわけっつって。あんなやつっつって。せせと思う俺。だからね、まあ探した方がいい。だから俺もね、多分探す。もう俺っていうかまあ、俺三男なんだけど、長男が多分変えるって言ったら多分変えると思う俺も多分めっちゃ腹立ったもんなだから、一回。舐め涙大事でしょ。いや、こっちもお願いするよ。こっちもお願いするけど、お願いしてこれお願いしますって言うけどさ、あっちはあっちで、あっ ありがとうございいまますすただきますじゃあ今日本日もあのやらせていただきます。えっ、ー、と、ね、ご先祖さんが、えっ、ー、と、守っていただけるように、ね、安らかに眠っていただけるように、今日もがあの頑張ります、みたいな。頑張りますはちょっとおかしいけど、なんか今日もお経を読ませていただきます、みたいな。あよろしくお願いします、みたいな。それが2三30万という感覚だったら別にいいけどさ、まあ、少ちょっと高いなと思うけど、まあいいわと思うけど、あいつらはまあ30分か40分さ、お経を読んで、半帰ってけ、みたいなその態度だったら、なたあえ、った方だけとか思うじゃん。 会おかっていう。なえりゃいいわ。頑張れって何そなんか間違えて押してんだよ、ね、多分これな。頑張ればおそらくだけど、コメントのやつの。なんか間違えて押してんだよな、これ。お <laughs> そらくなんだけど、多分頑張れば多分触んない方がいいよな。ああ、クイック送信ってやつがおっしちゃってんだろ、間違えて。多分寝ながらおっしちゃってんだろうな。多分なんか。寝てる人かもしれないし、ね、もう頑張れいいから。<laughs> 俺も前回頑張れってなおめえだわ頑張れっつってもう俺も頑張っとるけどっつってちょっと頑張れ頑張れいっぱい来ると米病落ちやめて。